2003年頃のブルース・メッツガー・ブルース・マンニング。メッツガーは、アメリカ合衆国の聖書学者。プリンストン神学校で教授を務め、また、アメリカ聖書協会の委員として、聖書編集に携わった。ギリシア語、新約聖書、旧約聖書の主題で、多数の著作がある。ペンシルベニア州ドーフィングンミッドタウン生まれ。1935年メッツガーは、 レバノンバリー大学で学士を取得し、1938年にプリンストン神学校で新学士を取得。プリンストンに新約ギリシア語の講師として滞在、それから何年か連合長老派協会の聖職に任命されて使える。1940年にプリンストン大学より修士号を取得、新約聖書の専任講師になる。2年後プリンストンより、 進学博士号を取得する。1944年に神学校の第三大学長の娘イザベル・エリザベス・マッケイと結婚する。同年に助教授に昇進した。1948年に準教授。1954年に常任教授に就任した。1964年にメッツガーは新訳言語と文学のジョージ・エル・カラード教授に指名された。 1971年彼は新薬聖書研究と聖書文学国際協会の会長に選ばれた。数年間北アメリカ教父大学の学長になった。1974年にケンブリッジ大学のクレアーホールとオックスフォード大学のウォルフソンカレッジの客員教授になる。70歳で名誉教授として引退する。1994年に英国学会より 聖書研究の賞を受賞する。レバノンバリー大学、ファインドリー大学、セントアンドルーズ大学、ベストファーレンビルヘルム大学とポチェフスト大学より、名誉博士号を受ける。93歳の誕生日の直後に死去。ありがとうございます。